DCM ホールディングス DCM、DCM カーマ DCM カーマは DCM ホールディングス参加の DCM 株式会社が中部地方を中心に展開するホームセンターの店舗ブランドである。また DCM カーマ株式会社は2021年2月29日までこれを運営していた企業である。本項目では派生店舗ブランドについても述べる。 名称の、カマは、サンスクリット語で、愛、想像を意味する。東京証券取引所の一部に上場していたが、2006年9月1日、ホーマック大器と経営と合し、共同持ち株、会社 DCM ジャパンホールディングスの参加となった。一時期は、カー用品店、イエローハットのフランチャイジーとして、カー用品店を、チェーン展開したが、撤退した。また、 ホーマック大器カーマの頭文字を取った工具作業用品特化型店舗、穂高を展開している。なお、2020年現在はホーマック運営店も多く存在するほか、同年6月26日に大器の運営する店舗も香川県高松市にオープンした。一部地域では地方スーパーと提携のフランチャイジー店舗を展開している。 他の大手ホームセンターなどに比べると、PB の比率は低く、NB 中心の品揃えである。店舗の構成としては、通常のホームセンター2500坪以上の大型店、300坪程度の小型店、工具かなものの専門店、穂高に建築資材等を加えた、カーマプロ、自転車専門店のサイクルフィールドの6種である。2019年1月時点で、 168店舗を展開している。内訳は、愛知県91店、岐阜県19店、三重県7店、静岡県13店、滋賀県4店、福井県4店、石川県7店、富山県16店、新潟県2店、長野県1店、神奈川県4店。ありがとうございます。